はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアーを行いたいと思います。さてですね、今回は首位の佐世保ドッグスとですね、戦いたいと思います。ここ最近の成績がですね、あんまり良くない。はっきり言っちゃえば。11節ぐらいまでは結構良かったんですけど、その後が、まあなかなか勝ちきれない。というわけで、今の順位が、一応シュート数では相変わらずくるみがトップいってるんですが、3位ですね。なんとか3位。後ろからもうトップロードナイタがひたひたと迫っております。タマミラジオとは勝ち点3差。というわけで、ちょっとクラブハウス行ってみてよう。間違えた。スタメンで、どうしようかな。ワントップで、いや、ツートップだな、普通に。マドカとミオが持ってますよね。かといって単純に能力で言えばこれを上回るものはいないんで、なかなか難しいですよね。早川を広川と入れ替え。エリカを鬼丸と入れ替え。菊池と節子、節子を藤原と入れ替え。まあ、ほぼベストメンバーですよね、これが。浦川を節子と入れ替え。で、広田ですよね、やっぱり。どうしてもこうなりますよね。広田を萌えと入れ替え。まあ、こうなりますよね。夏木と広川はほぼ、夏木の方が有利なんで、夏木のままということで、あとは左右の入れ替えぐらいかな。まどかと羽生田を入れ替えということで、こんな感じですね。で、相手チームです。まあ、この辺をマークするしかないよな。やっぱり相手1位ですからね。簡単に勝てるわけじゃない。ということで、もうほぼ、実際ベストメンバーで挑むしかないような状況です。これでもう負けたら仕方がないのかな。両サイドともにマークしましょう。おっと、しかし、アウェイにもかかわらずこちらの方の勝率がなぜかいい。意外ですね。そして多くの、サポーターが駆けつけてくれました。
メンバーも見てるのかな、メンバーのレベルも。いや、そんなことないよな。窓から超えた。ただ、あんまり危険なことはやってほしくないですよね。さーっと、高さが。これはダメ。超えられない。夏毛やキャッチ。ファールだ。あ、いや、おっと、届かなかった。これは、ピンチを逃れました。マークしたからかな。さあ、糸崎。ここはパンチングだ。あーっと、日本柳。おっと、ノーホイッスル。助かった、これは。前行って、窓かへ。でも、届かない。残念。さあ、かけい、大宮、一応か。もうパス回しが早いです、相手チーム。まどかが、チャージ行きますが、ここでインターセプトしましたね。藤原が、緑！さあ、緑！やっと、なんでだろう。なんで上に上げちゃうんだ。本当にくるみだよりなんですよね。おっと、ちょっと気をつけないといけない。彩香がピンチを逃れました。さあ逆サイドへ。さあミオがまた逆サイド。あーっと捉えちゃった。さあここピンチです。おっと藤原が逃れました。目まぐるしい展開。おっとまどかがすぐにやってくるみ。先取点。先取点はクラワカリバーツ。くるみがやってくれました。奈々子が逆サイド、窓かすぐに中央へ上げまして、くるみがうまいタイミングで決めてくれました。お見事。さあ今度は相手が、おっとここはクリアです。さあもうほとんど前半は試合がないです。さあここで前半終了、リードしました。交代枠3ですが、交代枠使う必要はあえてないですね。さあ試合開始、後半開始です。相手も当然チャージしてくるでしょうかね。まあ似たようなショーモードだが、ここは落ち着いて攻めてほしい。緑、さあ緑、やっとここでくるみがやってしまった。さあ広田がちょっと疲れてます。ここは変えましょう。裏側にチェンジです。おっと交代がつながらない。くるみが取りに行きますが、ここはうまい D 取り引。おっと、ちょっと運動量が落ちてきたかな、ミオ。そうですね、ミオがさすがに運動量が落ちてきたのは目に見えてわかります。さあ、サツキを投入しましょう、ここは。マドカもちょっと運動量が落ちてきたが、サチコを投入しましょう。これで早いうちに交代枠を使い切りますが、ちょっと勝負に出たいと思います。てか、誰を交代したいのかな。緑が振って2点目。やりました。これは結構、いいタイミングで2点ですね。2点差と1点差はこの時間帯じゃ大きいです。
反射したところを緑が奈子が決めて蹴ってか。さあ両チームとも交代が続きます。さあフレッシュな状態で残り22分。幸子ナイスです。さあこれ逆サイドに奈々子がいた。奈々子3点目、これは大きい。これは勝てるでしょう。さすがに残り時間検討して一気に取られるということはないんで。さあって、まあ問題の終盤ですよね。おっと、マウって、あーっと入れ合えてしまった。新妻ですか。まあここは落ち着いていきたいところ。シュートもういった。早いですね、シュートタイミングが。さあ緑、あっと、しかしこれは取れない。羽生田が、おっと、うまく取りました。さあ奈々子が押し上げていきます。さあそこに待ってた、とそれはうまくいかなかった。とフリーマンが後ろですね。試合終了です。勝利し、快勝ですね。さあ前半は、序盤はすごく目まぐるしい展開で、これ緑チャンスだったんですけど上に押し上げて切ってしまった。その後マドカがうまくセンタリング上げて、くるみのボレー、これは鮮やか。これですよ。そしてリードしたまま後半に入ります。羽生田で、でマドカに上げて緑、これチャンスだったんですが、コーナーポスト、そしてくるみもやってしまった。さあそして奈々子がこれコーナーポストに当てるんです。そこに緑が待っていた。いいタイミングで前に押し上げてまいりました。そして奈々子このままシュートを打ってしまい、ちょっと裏を抱えたキーパーが止められずに3点目が入ります。その6分後、新妻に決められてしまいます。中江が鋭いカーブから新妻がしぶとく入れて、まあその後はただピンチらしくピンチもなく、そのまま試合終了で、勝利いたしました。ボール支配率はこちらが身を取ってたんですよね。ただ枠内の3本全部シュート入れてるっていうのは見事です。勝利です。まあ3位のままでミラージュも勝ってるんで、差あるんですが、トップロードナイター負けましたんで、勝ち点差を4点に広げることには成功しました。これ28試合だから、あと8試合ですね。もうすぐ転落を逃れそうです。
若い女子選手いないかな。若くて安い女子選手が欲しいです。アサミもいいんですけど6000万なんですよね。さすがにこんな簡単には手に入らない。微妙にエンブレムを変更いたしました。次は別に試合やらなくていいや、特訓しよう。はい、というわけで、はい、見事首位の佐世保ドックスに、勝利をすることができました。この状態で調子、チームの調子を上向きにしていきたいと思います。また見てください。よろしくお願いします。はい、最後のお知らせになります。ゲーム動画で以降ではチャンネル登録者数400人を今突破いたしました。ありがとうございます。引き続きチャンネル登録者数を増やしたいと思っております。まだされてらっしゃらない方、この動画のタイトル右側にチャンネル登録ボタンありまして、そちらを押していただくことで登録できますので、ぜひぜひご協力のほどよろしくお願いいたします。また高評価コメント、この動画の SNS の拡散も歓迎しております。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しておりますので、よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画プレイリスト表示されます。お時間がある方はそちらも見に行ってくれば嬉しく思います。プレイリストに関してはですね、チャンネルをお持ちの方でしたら、チャンネルの欄に貼り付けることもできますので、よろしければお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。